で、まあ、忍者ガイデンというのは、これは忍者龍拳伝2のことですね。はい、これですね。まあ、全く同じようにね、プレイできますからね。はい。はい。こんな感じでね、できますから、全然ね。もう全然同じですよね、見た感じもね。全然劣化もしてないですしね。音楽とかも同じですしね。でもなぜかね、これ忍者龍拳伝は2しか入ってないんですよね。1と3は入ってないんですよね。そこはちょっとよくわかんないんですけどね。なぜかこのゲームしか入ってないんですけどね。2入れるなら1入れてくれた方がいいのにな。どっちかって言うと1の方が好きですからね、僕はね。忍者龍拳伝は。ただね、セーブとかできないんですよね。この、FC ポケットはね。セーブ機能がないんでしょ？それはしょうがないですね。純粋にゲーム楽しむだけっていう風に考えた方がいいですね。まあ、セーブ機能これでついてたらもうね、最高ですけど、まあ、さすがにそこまでできないみたいで。パスワードとかあるゲームはパスワードは取れますけどね。セーブ機能はついてないんで。はい。はいはい。こんな感じですよね。ちゃんとムービーもついてますしね。うわ、なんかここだけ変にバグるね。変にバグりますね、これ。これ携帯ゲーム機の状態でね、プレイした時もこんな感じでバグれましたけどね。まあ多少そういうのもあるんですね。ちょっとノイズというかね。この曲好きなんですよね。神曲ですよね。分かりづらいのかな、これ。なんか二重になってるから、画面が。まあ、この辺はまだ簡単だからいいけど。はい、ここから普通になりましたね。まあ、こんなとこですね。